240センターストリート、または、旧ニューヨーク市警察本部ビルは、ニューヨーク市マンハッタン区のリータ地区のブルームストリートと、グランドストリートの間にある建物である。1905年から1909年の期間に、建設され、EN、ホッピン公園建築事務所によって設計された。1九百九年から百七十三年まで、ニューヨーク市警察の本部ビルであったが、 1988年にエレン・クロンズ・グループエクスタとによって高級コンドミニアムへと改修された。現在ではポリスビルディングアパートと呼ばれるようになっている。このビルはセンターストリート240番地に所在し近くのマルベリーストリートにあり、かつてセオドア・ルーズベルトがニューヨーク市警察本部長として勤めていたより古いビルから移転してきた。ニューヨーク軍 キングス軍、クイーンズ軍、リッチモンド軍、そしてザブロンクスに加えてウエストチェスター軍はクレーターニューヨークという合同体として1989年に組織され規模が大きくなったため死刑は新しい本部ビルが必要となった。この警察本部ビルは1978年にニューヨーク市歴史建造物に1980年に アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。ありがとうございます。